じゃがいもの栽培、芽かき、土寄せ、これさえ押さえてれば収穫量が2倍になります。そんな方法を今日はご紹介したいと思います。お願いします。チャンネル登録して続きをどうぞ。始まりました農業塾チャンネル。はい、本日も元学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかがしのかがしでお送りしたいと思います。塾長、今日はジャガイモの栽培方法について教えてくれるんですよね。はい、そうです。で、塾長、じゃがいもって作るの難しいですか？いやいや、実はそんなことないの。めちゃめちゃ簡単なの。でも今から伝える方法をしてないと、小さなじゃがいもがたくさんついてしまったり、食べれないじゃがいもができたりするの。なんですかそれ。わ、気になる。はい、では早速今日は正しいじゃがいもの栽培方法についてご紹介したいと思います。お願いします。ではフリップカモン。よいしょ。はい、ということで今日はジャガイモの栽培方法、特に芽かき、土寄せについてご紹介したいと思います。お願いします。で、塾長、芽かき、土寄せって何ですか？OK、 ではゆっくり説明していくね。まずはじめに、ジャガイモっていうのは、以前の動画でもご紹介したように、こちらの動画の方法で切ってもらって、そして植え付けをしてもらえば、まず第一段階クリア。あ、この動画めちゃめちゃわかりやすかったです。でしょ？さあ、そして次に、ジャガイモっていうのは、土に植えてから新しいジャガイモ、そう、どんどん芋をつけていくんだけど、このつき方は種芋からどんどん上についていくの。おお、なるほど。下じゃないんだ。そう。かがし、この話後でとても重要になるからしっかり覚えといて。はーい。種芋より上に新しい芋ができる。オッケーオッケー。ではその話を分かった上で、じゃがいもの栽培方法はまず土に溝を掘ってください。そしてそこに芋を落としてあげる。簡単に言ったらこんな感じで V 状に畑を掘ってあげる。その底に芋を並べていく。へえ、畝を作ってそこに置くんじゃないんだ。そう、これが味噌。さあ、そうしてると、あ、芽が出てきた。そうそうそう、だいたいこの4分の1ぐらいにした芋から芽は4つぐらい出てくるの。へえ、そうなんだ。さあ、ここでポイント1。今から芽かき作業をしてもらいます。あ、出た、芽かき。これどういう意味ですか？はい、実はこのじゃがいもの芽っていうのはこんな感じで4つぐらい出てくるって話したんだけど、この4つを全部残しちゃうと栄養が分散しちゃって、小さな芋がたくさんついちゃうの。はあ、それぞれについちゃうんだ。そう、こういう小さなじゃがいも、よく外国の料理とかではこの小さい芋そのまま出てきたりするんだけど、実際料理に使おうと思ったらちょっと使いにくかったりするの。うん、確かに。そこでこのエネルギーを分散させないように、この芽を2つにしてください。え、出てきた芽を2つにしちゃうの？そう、だからなるべく大きいものを2つ選んで、小さいものを引っこ抜いてください。そう、わかりました。そうすることで4つにエネルギーを分散するところを、この残した2つにエネルギーが集中することで芋自体が大きく膨れてくるの。おお、そんな裏技があるの？そう、
そしてこうしてあげることによって風通しも良くなって病気にもかかりにくくなるの。なるほど。わあ、勉強になった。で、この時この目を抜くんだけど、目を引っこ抜く時は残したい目を手で押さえてあげて、なるべく抜けないようにしてあげてね。あ、ポイントですね。そう、塾長、できました。 OK。 ではここから次の重要ポイント、それはジャガイモの土寄せです。ほう、ジャガイモの土寄せ。土寄せ、何ですか土寄せって。はい、かかし、さっきの話だけど、ジャガイモの新しい芋はどこにつくんだったか覚えてる？種芋より上につく。そう、その通り。ということで、このまんま栽培しちゃうと、あ、芋が土より上についちゃう。うん、そうなっちゃうと実は大変恐ろしいことが起こるの。え、恐ろしいこと？はい、これは以前の動画でもご紹介したんだけど、ジャガイモっていうのは太陽の光に当たると緑化って言って緑色に色が変わっちゃうの。あ、なんか聞いたことありますね。この緑は毒でしたっけ？そう、よく覚えてたね。そうなの、実はこの緑色に変色したジャガイモっていうのはソラニンっていう毒素が多く含まれてるの。これを食べちゃうと食中毒の原因になるので、皆さん、緑色のジャガイモは絶対食べないようにしてください。うわぁ、恐ろしい。でしょ。ということで、新しいジャガイモが太陽に当たらないように土を上に乗っけていくの。なるほど。そうすることで太陽からこの新しいジャガイモを守りつつ、地面の中でジャガイモを大きくすることができるの。もう勉強になった。で、塾長、これ土寄せのタイミングっていつぐらいですか？はい、土寄せのタイミングはだいたいこのジャガイモの芽、草丈が15センチ程度になったら1回目の土寄せをしてください。なので種芋を先ほど V 字のように土を掘って置いていったので、この V 字になっているこの部分から土を落としてあげれば、お、土寄せができた。はい、さあこの土寄せなんだけど、だいたい3回ぐらい行ってほしいの。3回。そう、1回目は先ほど言った草丈が15センチ程度、そして2回目は草丈が30センチぐらいになったら2回目の土寄せをしてほしいの。わ、なんかいつもの畝みたいになった。でしょ。さあ、そして3回目の土寄せはこの芽の先に花のつぼみができた頃、この頃に3回目の土寄せをしてください。え、じゃがいもも花が咲くの？そういうこと。で、ここでポイントなんだけど、実はこのつぼみが開いて花が咲く頃、そう、開花後は実は根を傷めないように土寄せをしない方がいいの。そして一度にたくさんの土寄せをすると地面の温度が上がらずにいい芋ができないので、なるべくこんな感じで3回ぐらいに分けて土寄せをしてあげる。そうするとこのようにたくさんの大きいジャガイモができるの。おー、嬉しい。でしょ。さ、今日の話のようにこの芽かきと土寄せを上手にすることで大きくて美味しいジャガイモがたくさんできるの。おー、知らなかった。また今日も勉強になりました。天塾長、今日のお宅情報、今日は何を教えてくれるんですか？はい、じゃあ今日は収穫したジャガイモをなるべく長く保存する方法をご紹介します。え、そんな方法があるんですか？そうなの。あることをするだけでジャガイモが芽を出すのを遅らせることができるの。え、なんだろう、気になる。塾長、早く挨拶して聞きたい。 OK。 ぜひ皆さん、この動画が良ければチャンネル登録
そしてグッドボタンお願いしますね。じゃあ挨拶。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん準備はよろしいですか？はい、それでは行きます。せーの、まったねー、ぎっ、バイバーイ。で、塾長、今日は収穫したじゃがいもを長く保存する方法、これを教えてくれるんですよね。はい、そうです。じゃあ、じゃがいもが上手に収穫できた、その後にまずやってほしいのが、じゃがいもの表面をよく乾かしてほしいの。うん、乾燥させるんですね。で、この時にポイントは、このじゃがいもは太陽の光に当たっちゃうと、先ほども言ったソラニン、毒素が発生しちゃうので、太陽に当たらないようなところでしっかり乾燥させてあげてください。OK です、わかりました。さあ、そして表面が乾燥できたら、次は段ボールに入れて光が入らないように保存してください。お、箱に入れるんですね。そう。さあ、ここでお得情報。実は段ボールに入れてても、ある程度時間が経っちゃうと、このジャガイモの芽、これが出ちゃうんだね。うわ、そうなんだ。でも実はあるものを入れると、この芽が出るのを遅らせる効果があるの。え、あるもの？何ですか？それがフルーツのリンゴなの。え、リンゴ？そう、この段ボールの中にリンゴを一緒に入れちゃって蓋してください。え、それだけでいいの？そうなの。で、塾長、なんで？なんでリンゴ入れるだけで芽が出るのを抑えれるんですか？はい、実はリンゴっていうのはエチレンっていう植物ホルモン、これを表面からガスとして発生するの。植物ホルモン、表面からガス、へえ、そうなんですか？そう、このエチレンっていう物質が発生しているとジャガイモの芽を遅らせる効果があるの。へえ、知らなかった。ということで、この収穫したジャガイモをリンゴと一緒に保存して、なるべく暗いところに置いておけば、長い間保存することができるの。ぜひ皆さんやってみてくださいね。もうすげー、いやー、ためになった。皆さん、ぜひこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。チャンネル登録者数が増えると僕の出演料が増えるみたいです。どうか皆さんお願いします。お願いします。塾長、また来週も家庭菜園のお得情報を教えてください。 OK、 じゃあバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん大好きです。今後も農業塾チャンネル頑張るぞ。おー。